ミドルブロッカー。ミドルブロッカーはバレーボールにおいて主にクイックスパイクとブロックの中心的役割を担う選手のことである。別名センタープレイヤー。ミドルブロッカーは前衛に並ぶ3人の選手の中央にポジショニングしブロックの中心的役割を担う選手である。攻撃の際はクイック攻撃、速攻を主に行う。近年のバレエにおける 攻撃の多様化、高速化に伴い、ブロックのシステムも日々進歩している。それゆえ、ブロックの用となる、ミドルブロッカーには高度なブロック技術が求められている。かつては、ある程度トスを予測して飛ぶコミットブロックが主流であったが、現在は、トスの上がった方向を瞬時に判断して対応する、リードブロックの時代を迎えており、ジャンプ時の最高到達点が同レベルであったとしても、 指高が高い長身の選手の方が相手の速い攻撃に素早く対応できるためチームの中で比較的身長の高い選手がミドルブロッカー担当するケースが多い。ミドルブロッカーは長身の選手が多いことに起因して外してレシーブが増えてであり多くのチームにおいてサーブレシーブのフォーメーションからミドルブロッカーは外さている。それゆえ公営に回った際に 守備の専門要員であるリベロと交代することが多い、アウトサイドヒッターがリベロと交代するケースがないわけではない。また、後衛からのバックアタックは主にアウトサイドヒッターの選手が担当するという点も、バックアタックを行わないミドルブロッカーがリベロの交代要因となる理由の図である。近年のフォーメーションにおけるサーブレシーブは3名で行う戦術が主流となっており、 一般には2名のアウトサイドヒッターにリベロを加えた3人をサーブレシーブ要員に当てている。結果として、ほとんどのチームにおいて、ミドルブロッカーはサーブレシーブを免除されており、サーブを行った直後の守備を除いて、公衛ではリベロと交代することになる。これらの事情から、サーブレシーブが上手な攻撃型のスパイカー、アウトサイドヒッター、サーブレシーブはやや苦手だが、 両サイドのオープントスや平行トスを打つことに長た、スパイカーオポジット、背は高いが、基本的に守備が増えてなスパイカー、ミドルブロッカー、といった具合に分業化が進んだ。近年における、バレーボールの分業化が一層加速したのは、リベロシステムの採用とサーブレシーブのフォーメーションによる、ところが大きいが、結果として、ブロックやクイックの技量に関わらず、レシーブを苦手とする選手が、 ミドルブロッカーに回される傾向が強まることとなった。このことが相対的にミドルブロッカーの技術低下を招いたという意見も聞かれる。ワンポイントブロッカーとは前衛のブロック力の強化のために一時的にコート内に入りプレイする選手のことである。サーブ権を取得して背の低い選手が前衛に回ってきたタイミングでその選手 セッターの選手が多いと交代した相手からの攻撃に文字通りワンポイント的に対応する。一般にはブロックの能力が高いミドルブロッカーの選手がワンポイントブロッカーとして起用されるケースが多い。得点が続いてサーブ権を維持している場合は続けてプレーを行うが大抵の場合サーブ権が相手に移動した時点で再びベンチに戻る。ミドルブロッカーが左右に移動しながら 片足踏切でスパイクを放つ攻撃スタイルを指す。右利きの選手はライト側に移動しながらスパイクを打つケースが多い。大林本子は左利きのオポジットであるが、このブロード攻撃を得意としていた。ワンレッグ攻撃と呼ぶ場合もある。クイック攻撃と並んでミドルブロッカーの代表的なスパイク戦術で一人次関佐とはミュンヘンオリンピック代表チームの センタープレイヤーであった森田淳吾が編み出したスパイク戦術であり、クイックを打つと見せかけて、タイミングをわずかに遅らせセミクイックのトスを打つことによって相手ブロックをかわすテクニックである。日本のエゲーとも言える技術であり、かつては三橋英三郎や河合俊一など、日本のほとんどのミドルブロッカーがこの戦術を得意としていたが、トスに合わせてジャンプするリードブロックが主体となった。 近年のバレエではあまり用いられなくなり、現在では一人時間差に変わって、ブロード攻撃が用いられるようになった。メガバイト1、MB1 は、クイック攻撃を担当する、ミドルブロッカーを一人に減らし、その体格にアウトサイドヒッターを配置する戦術で、全日本女子、真鍋正義監督が2013年11月の、ラチャンバレエで、初めて採用したスタイルである。ちなみに、 前衛のセンターでブロックを飛ぶ選手が数となるわけではなく、クイックを担当する選手が2名から1人に減るフォーメーションである。監督の真鍋が考案した新しい戦術と見ることもできるが、実際のところはミドルブロッカーのクイック攻撃やブロード攻撃が思うように機能しない状況で不本意ながら選択されたフォーメーションである。一般にミドルブロッカーはクイックを担当し、 オープントスや平行トス、ハイセットのスパイクは、レフト側やライト側のアウトサイドヒッターが担当する。しかしながら、例えば高校女子のチームでは、背の高い主力の選手をミドルに置いて、ブロックの軸とし、さらにその選手にセンターから高いトスを打たせるという極めて、シンドゥな戦術を取るケースもある。このような戦術でのセンタープレイヤーは、いわゆる一般的なミドルブロッカーというよりも、 センターエースと呼ぶのがふさわしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。